はい、おはようございます。ですね、もう 6時でちょっと回ったぐらいなんですけども、ね、日の出前からですね、こう動くような季節になってきました。なんか朝もやがね、すごいこれ、ばーっとこの水平線っていうかですね、地平線といいますかですね、こうね、地面沿いにずーっとこう、張ってる感じでですね、なんともな感じの、夜明けになってまいりました。今からですね、材料、昨日の材料を積んで、伊勢へ向かおうと思います。はい、無事ですね、伊勢の現場へ、材料を搬入することができまして、トラックはね、これからポールになりまして、まあ、ちょっとした端材は残ってるんですけども、もう使わない、長い足場板を、代わりに積み取りまして順番の方を、とりあえず仕事に向かいたいと思います。はい、この下のですね、地中針をね、伸ばさなきゃいけないところをですね、ちょっと掘り方があるんですけども、水道屋さんが、配管を入れる、のとちょうどね、跳ねてですね、掘ってくれるということになりましたので、非常にありがたいことだと思います。はい。はい、トラックから下ろした材料をですね、皆さんで運び込んでいただいて、今中庭の方に、こう若い大工2人が一生懸命頑張って、やってくれております。助かる話ですね。さあ今日も一日頑張るだ。安全第一。今日も一日安全第一で頑張りましょう。えいよはい、頼もしい限りです。今日はですね、完了検査に向けて、申請を下ろしてくれている設計事務所の職員さんが、下準備ということで、打ち合わせに来てくれました。これが引き戸。はい、それが引き戸になりました。これも引き戸。あ、そう、はい、それも引き戸です。外へ向けて、この洗面のところへ、はい。はい。こんな感じです。はい。あとは、はい、出来上がっていく建物の横でですね、こうやって解体されていく建物もあるということで、世の哀れを感じるわけですね。方丈記や、枕草子じゃないですけれどもね、そんな感じです。駐車場ですね、今度というかね、土間に書いた、場所のすぐ裏が公園になってまして、こんな可愛いですね、この謎のタヌキのようなリスのような不思議な生き物もこう、いるわけですね。日が暮れるのがすごい早くなったので、ね、もうすごい遅い時間なんかなと思ったら、まだ8時半あったところでした。ですね、夕方ね、ちょっとだけ休憩して、これ、作り始めまして、ね、とりあえず、明日どうしてもいるもんだけは作れて、あとちょっと、ね、現場でしようかなと思ってたやつも作ろうかなと思ってるんですけども、その前にちょっとですね、もうなんか息が見えてきたんで、というかね、この後にね、とんでもない仕事がまた待ち構えてるわけなんですね。とんでもないっていうとね、あれなんですけど、昨日と全く一緒の作業で、このトラックにですね、これですね、この壁材をまた50坪、積んでいくという、作業ですね。はい。ひょっとしたらね、四日市からですね、助っ人がこっちへ、一遍作業場に戻ってくるので、そのタイミングに合えば、ね、もうそのやらそうかなと思ってるんですけどもね。はい、とりあえずね、ちょっと最初だけ積み始めようと思います。はい、昨日も見た風景ですけどもね、違うのはね、お月さんがじゃあちょっとずつまた1日分太ったっていうことぐらいですかね。はい。振りなりゃまだまだいい方へ。
くりくを閉じてもろくになってね、夢は夜開く、レイラがそばに、レイラ。はい、すごいね、嫌なタイミングで来たというような顔をしてですね、四日市から、うちの職人がやってきましたよ。はい、これをじゃあ、残りをお願いいたします。はい、じゃあこっちのですね、積み込み作業は、彼女に任せておいて、私はですね、この残りをですね、ちょっと気づくってしまおうと思いますと思ったんですけれども、ちょっとね、なんか思考が停止されてしまいました。ですね、ちょっとパソコンに例えて言うなら、開いてるタスクが広すぎるのか、もう CPU が弱っているのか、もうマザーボードがいかれてしまったのか、なんか分かりませんけれども、物事が考えられなくなりましたので、ちょっともう片付けをしようと思いますので、とりあえずもう一緒に積み込みを手伝ってこようと思います。はい、なんとかですね、おかげさんで材料も詰めました。はい、掃除もありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、月と火星はあんなに離れてしまいましたけどね、もう9時回りまして、もうちょっとね、もうちょっと頑張ろうかと思ったんですけども、なんか、脳みそが本当に停止したということで、これで今日は終わろうと思います。まあ、明日現場で作れるように道具は持っていったので、大丈夫だと思います。まあね、例えば朝ごはん食べてないし、昼ごはんも食べてないんですけど、まあお菓子をね、ちょっと現場で食べたぐらいと、帰り道ね、アイスクリームをね、食べちゃいましたね。ははは、と。なんですけれどもね、こんなんでは死んでしまうので、まあね、一日食べないぐらいで全然死ねないんですけどね、3日ぐらい断食、たまにするんで、それは大丈夫だっていうことは分かってるんですけれども、こういう時ですのでですね、ちょっとね、ちゃんと食べておこうと思いますので、だから今からスーパーへ行って、ちょっと、半額惣菜でもあさってくるか、もしなければどっかでですね、もう食べて、バタンと倒れようと思います。